ここは台湾の民宿雰囲気も良く清潔で気持ちが良いですこうした民宿に備え付けられている様々な備品が持ち帰りされているといいます被害を受けた民宿業者は SNS に投稿持ち帰られたのはタオルやバスマットなど18点に及び宿泊客に問い合わせると間違えて持って帰ってしまったと話したといいます 返却を求めるとなんとロビーに無造作に置いていったというのですしかも一部の備品のみしか返却されませんでしたこうした被害に遭う民宿業者は少なくありませんあるオーナーは持ち帰られてしまう備品は枕が最も多いと話しています取材を進めると宿泊客が持ち帰る備品はバスタオル、フェイスタオル、バスローブ、ナイトウェア、 そして、時計やコップなどがあります。多くの宿泊業者は穏便に問題を解決したいと話しています。ある民宿業者は我々が考える使い捨てのものと宿泊客が考える使い捨てのものはやや異なると話します。また、同業者にはあまり高価なものを部屋に備え付けないようにアドバイスしていると話しています。 勝手に備品を持ち帰る宿泊客の問題は大変頭が痛いものです宿泊客は自分自身のマナーに気をつけなくてはなりません